終わり朝日市立朝日中学校は、愛知県終わり朝日市にある公立の中学校。朝日中学校は、終わり朝日市の中心部に位置し、およそ900人が通う学校である。国道363号以南に住む生徒には、自転車通学が認められている。運動場には、夜間照明灯が設置されている。2021年4月現在1962年、制定。 中学校の公式ページ参照、健康、誠実、英知をもとに、知、得、体の調和の取れた朝日中学校は、生徒に自主性を持たせるために、他校より校則が少なくなっていたが、2010年度から、生徒会、職員会などで新しい校則が作成された。学級は平均8クラスであり、その年の入学者によって異なる。 障害のある生徒のために特別支援学級を3クラス設置する。1年生は35人学級生2.3年生は40人学級生で、クラスはアルファベットで表される。平成26年度の入学生が多かったため、新1年生は10学級となった。各学年には色があり、生徒はその色の交渉が入ったついた名札とスリッパを3年間使う。 緑、青の3色で3年生の卒業後の色は新1年生が使用する。2021年度は1年生が青、2年生が茶、3年生が緑である。各クラスには色があり、生徒はその色のついた鉢巻キと旗を体育大会などで使用する。クラス色は以下の通りである。A 組から紫、B 組から緑、C 組から桃、 D 組から、大々、E 組から、木 F 組から、赤 G 組から、青 H 組から、白 I 組から、黒生徒会主催の朝日中学校独自の文化祭、体育祭があったが、平成21年度から学習指導要領の変更で、総合の時間を準備に使えなくなったため、教師主催の文化祭、体育祭に戻った。通常は、 50分日程で授業が行われる。登記などは45分日程となる。生徒会執行部は会長1名、役員6名の合計7名で構成されている。平成22年度より、役員は性別によって決められるべきではないとして、男子3名、女子3名という規定が訂正された。平成21年度後期より、 朝日中世が利用し汚してしまった学校及びその周辺の公園を朝日中世が清掃するという目的で実施している。卒業生の約6割が公立高校へ、約3割が私立高校へ進学する。終わり朝日市立朝日小学校、朝日が丘小学校、城山小学校、本寺玄小学校の4学区の生徒が通う。ありがとうございます。